君金はあるのかと。で自分の貯金がね当時200万ぐらいだった。だからこんだけあるから大丈夫ですって言ったんです。まあ、そんなんで足りるわけないだろうと。ちょっと待てよって言われて、なんかごそごそごそってやって、ちょっと今日は持ち合わせが少ないけどな。飲み物の差し入れが届いたり、仮設トイレが届いたり、クラブの事務所が届いたり、普通そんな持ってくるやつおらんよなっていう。京都に関しては全額公費だという議員さんもあるんですけども、まあ、ほとんどもう寝言の世界で、やっぱり社会人やってると、まあ、当時森政権とかですけどね、あ、そうか、ええ、これはあかんわということになるわけじゃないですか。大丈夫ですか、これは。就職活動で、ちなみにどちらに、鈴木っていう鈴木自動車ね。私第一希望っていうか最初に行きたいなと思ってたのはホンダだったんですよ。大丈夫ですかね、言っちゃって大丈夫ですかね、うん、てか受けることを決めると業界研究しますよね。この鈴木を寒さん中したほら相当面白い、あ、いくつか受かったんだけど、その中から鈴木に決めた。 お会いする機会とかなかったですよ。会社辞めて市会議員の選挙出ますって言って初めて呼び出された。社長室に社長室に呼び出された。社員時代は会えたくなかったんですけども、専務のとこまでしか行ったことない。でも社長室入ったことなかった。で市会議員出ようと思って会社辞めて街頭演説やらビラ配りやらやってたら、ある時急に専務から電話かかってきたんです。あ、はい、で大川君元気かと、いやおかげさまで元気でやっておりますと。今何やってるんだって言うから、あの選挙運動ですと。そうですよね。じゃあ忙しいかって言うから、いや、あの何やっていいか分かりません。デビュー戦なんで、じゃあ時間あんのかと、ありますって。何かあったんですかって言ったら、社長が呼んでるってわけ。はぁと、社長って鈴木社長ですかと。鈴木社長だと。え、なんで私のこと呼んでるんですかと。役員会で君のことが話題になってなと。社長から聞かれて、誰か知ってるやついるかって言われたから、あのうちの若いやつですと。そしたら連れてこいって言われたわけ。と、鈴木社長呼んでんですかって言ったら、いやそうだって言うから、で来れるかって言うから、いやそらもう行きますと、社長が呼んでおられるんだったら。そんでその時初めて1対1で会いました。1対1なんですね。1対1君かって言われて。どんな会話をされたんですか。いやそれこそ何をしたいんだと、なんで選挙に出たいんだ、政治、なぜ政治家になりたいんだっていうことをいろいろ聞かれて、それで君金はあるのかと、いや貯金とあの退職金いただきました、退職金、お前会社辞めたのか、あそこで社員だと思ってたその時の、はあ、社員が勝手なことやってる社員がいると思ってたみたいな、会社辞めたのかって言って、もうそれはもう選挙運動はさすがに会社員やりながら無理だと思って、あのクレで辞めさせていただきましたって言ったら、そんなん聞いてないと、俺に黙って何をしてるか。いやそんな1万5千人とかいる会社、当時でですよ、今3万人か4万人いるんですよ。そんないちいち社長になんか断り入れないじゃないですか。そうですよ、あんまり聞かないですよね。それを聞いてないって言われたって、それは普通聞いてないわと思ったんですけど、いやすいませんみたいな、でところでうちは退職金くれたのかと、おお、一応いただきましたと、その時退職金、退職金30万ぐらいとね、あとなんか社員の持ち株会みたいな積み立て金、あれが30万ぐらいだ、合計60万ぐらい、60万ほど、で自分の貯金がね当時200万ぐらいあったの、150から200万ぐらいの間ぐらい、だからこんだけあるから大丈夫ですって言ったんですよ。まあ、そんなんで足りるわけないだろうと。何考えてんだと。そんなん足りるわけないだろう。でちょっと待てよって言われて、なんかごそごそごそってやって、ちょっと今日は持ち合わせが少ないけどな、10万円って、とりあえずこれ僕、カンパだと。その場で10万渡されて、でまた足りなくなったら来なさいと。鈴木おさむさんっていうのはそういう人。
もう日本界、日本の中でのレジェンドじゃないですか。そう、もう自動車業界じゃもう完璧レジェンドですね。レジェンドですよね、それがファーストインパクトです。ミスター鈴木おさむとの大きかったですか、やっぱり。いや、大きかったっていうか初めて会うんですよ。もうガチガチですよ。もうガチガチですか。このおじさんに憧れて入ったって言っても過言じゃない。だって当時でももう社長歴30年ぐらいやってるわけでしょ、多分。自動車業界って11社あるんですね。ええ、11社、まあ、オートバイのヤマハとかも入れて11社あるんです、はい。ええ、社長歴を全部見てみるとね、ええ、鈴木おさむさん1人と残り10人足したのと同じぐらいです。でもね、結局その後選挙終わるまで、まあお金が足りなくなったからくださいって頼みに行ったことはなかったんですよ。あ、なかった。なかったっていうか、その後はもうお目にかかることもなかったんだとかな、選挙終わるまで。あ、でもね、私の全然知らない人が訪ねてくるんですよ、事務所に。そんなおかしいじゃないですか。だいたいこれ鈴木おさむさんが手を回してる。それがピンと入った。どこの人、どこの誰かなって人が来るのは、大体おさむさんが手を回して、なんか飲み物の差し入れが届いたり、仮設トイレが届いたり、プレハブの事務所が届いたり、普通そんな持ってくるやつおらんよなっていう不思議なものを持ってくる人がいて、あの、これはまあおさむさんが手を回してるな。まあ、政治の世界の本当にお父さんですよね、私にとってみればね。政界に行こうと、それどういうきっかけだったんですかね。当選した時は27歳なんですけど、やっぱり社会人やってると、まあ、当時森政権とかですけどね。あ、そうそうか、ええ、これはあかんわということになるわけじゃないですか。大丈夫ですか。これはもう政治を変えんといかんと、うんうんうん、我々若手が何とかせんといかんと。あ、やはり政治の世界に入りたいと思うんだけど、私なんか当然ねなし草ですから、ただの野良犬じゃないですか、どこの馬の骨かわからんような。当時はね、公募とかなかったんですよ。あ、そんな政党が国会議員の候補者公募するなんてなかったんですよ。当時の常識はもう、寝なし草は市会議員から這い上がってこいっていうのが常識に沿って、オーソドックスにじゃあ市会議員からやろうと思って、その時住んでた浜松、鈴木にいましたから、そこそこ浜松の市会議員から挑戦しようと思ったんですよね。当時は勢いあったんですよ。26歳27歳ですよね。今は若干くすぶってるんですけど。地方議員から、ええ、衆議院の、ね、出馬のこのきっかけ、それまでに市長選挙出て落選して、で県会県会って2回県会やってるんですよね。そうこうしてる間、2009年の自民党が大敗する選挙、あ、実は自民党の公募に手を挙げて、あ、そう、でこれは公募に落ちて、市が4区なんですよ。これ私の地元なんですよ。生まれ故郷、そうかそうか、生まれ故郷で2回出ようとして失敗して、そして2012年の前に市が1区から公募が出たっていうんで、まあ、私の本当に生まれ故郷ではないんだけど、まあ、滋賀県なんで、土地勘もあるっていうことで、そちらに応募したら受かったので、今は滋賀1区を選挙区にしてるっていう、そういう経緯なんですよ。滋賀県は全国的にその全議席が民主党だったとか、そう、全議席が自民党だったので、極端なんですよ。そうですよね。大丈夫か、まあ、これその時代の、ね、風を読むといいますか、そういう厳しい選挙区ですよね。もう揺れすぎですよね、これ。そうですよね。北陸新幹線、お、やっと敦賀まで来ましたね。来ましてけど、さあいよいよ大阪だと。現状、オバマ京都ルート、うんうん、いろんな弊害障害があると思う。実現性も含めてどう見られてますかね。いや、ちょっと無理だと思います。難しい。あ、無理だと思う、うん、ずっとトンネルで、京都駅も地下でしょ、うん、だって新幹線長さだけで 400m あるんです。今4つ作るって言ってるんでしょ。長さ 400m で横幅 50m 60m っつったら、アメリカの原子力空母と同じぐらいですよ。でしかもそこに入ってくるまでずっと地下ですから、トンネルってこう丸くこう掘っていくわけじゃないですか、こう掘った土どっかに動かさなあかん、大量の残土が出ますよね。そりゃね、そんな簡単じゃないと思います。水質の変化を懸念される声も多いですけども、京都の北部からずっと掘り下げてくるわけですからね、
もしかしたらサンダーバードがなくなっちゃう。というかサンダーバードなくなる。でちゃんと考えないとダメですよ。これ改めてね、米原ルートが再注目されてるんですけども、うん、で滋賀県はもともと米原ルートを主張してたんだけど、米原だったら真横で乗り換えられるでしょと。米原ルート一番嫌がってるのは JR 西日本なんですよね。新幹線の米原駅を管理してるのが JR 東海だから、東海に頭下げないと寄せてもらえないんじゃないかっていうことを心配してるんです。地元負担ね、これ、まあ、まあ京都ルートだと、まあ、京都のもうね、まあ、仮に米原ルートの場合だと、まあ、滋賀県だったりその市は負担は、これは現実的にはどう見ますかね。大丈夫なんじゃないですか。あ、はい、オバマ京都ルートとコストが違う。コストがだいぶ違いますから。米原ルートだったら10分の1ぐらいじゃないですか、まあ、私は個性ルートをしてたんですけれども、まあ、県としては米原ルートを押すことになり、あ、当然地元負担はするって言ってましたから。全然ですよね、なのでコストも安いし、ほぼ地上で行ける。トンネルなんかほとんどいらない。あ、京都ルート、オバマ京都ルートの場合、この京都府知事だったり京都市長はこれ明言してないんですよ。明言してないのかできないのか分かんないですけどね。まあ簡単に言うと、やっぱり工事代も巨額なので、他の京都府京都市がやる事業全部止めないといけないと思いますよ。新しい道路作るとか、新しい施設建てるとか、場合によってはプラスアルファの福祉やるとか、こんなん全部止めないと多分、負担できない、だとするとその新幹線で得るものと新幹線によって失うものとあるわけですよね。だからこれの天秤を考えるのが、まあ、まさに政治なんで、うん、そうですよね。常に政策ってトレードオフなんですよ。何かをやろうと思ったら何かを失う。この天秤でみんな政策、政治家はみんなそれを考えてるわけですよね。だから新幹線を得ると、まあ、例えば他の道路整備、他の施設整備、他の上乗せの福祉、こういうの全部やめないといけなくなる。さあ府民はどっち選びますかっていう話だと思います。まあ、特にね、京都市、京都府は財政難ですしね。あとこれは、まあ、ある議員が京都ルートの場合、京都に関しては全額国費だという議員さんもあるんですけども、それは現実論的にできるものだから、それはもうなんていうの、まあほとんどもう寝言の世界で、っていうかそんな政策判断してる国なんかないんです。ただもう放漫財政主義の人はですね、あんなもん、日銀の臨転機すり切れるまで回せみたいな人いるけど、まあ、そんなことやったらね、もう国民生活ボロボロになりますよ。これそんなね、子供銀行みたいな世界じゃないんですよ。でも全国は都道府県含めて市が負担してきましたからね、まあ、そういうルールでやってきてね。まあ、滋賀県と京都のこのバイパスですね、今、1号バイパス1号線ね、これバイパスの二重化の話が、これ数年前からあって、議連もう立ち上がって、滋賀県側の方も大津も含めて、まあ、負担も含めて OK だと、ぜひと、京都市の財政なんと、とんざっていうんですかね、なんですけども、率直にどう？もう明らかに滋賀と京都の交流っていうのは増えているのに、道路がパンクしているっていうのは、これは事実です。で、道路の渋滞ってものすごい経済損失大きいですから、これは解消しないといけないと。問題はやり方で。一つはまさに京都財政は非常に厳しいと、はい、まあ、滋賀県だって決してそんな潤沢にあるわけではないのでね、できるだけ賢い工事の仕方をしないといけないと。であとはまあ効果も含めて、長い目で見て合理的に考えないといけないということで、まず一つはね、普通に国道として、はい、滋賀県の1号線から、まあおよそ10条に向かって抜いていく、トンネルでぶち抜く、音羽山を、これだいたいね600億ぐらい、600億円、はい、もうでも実際に今インフレになりつつあるから、ひょっとしたらやる頃には1000億ぐらい、そうですね、現実ね、でこれはもう本当に純粋の無料の国道としてやるので、まあ、国と地元で負担をしてやりますよっていう案が一つ、はい、それからもう一つ、これは面白い案なんだけど、今の名神高速ありますよね、はい、名神の京都から、あ、滋賀から京都に抜けると、あそこ狭いしくねくねですよね。そうですね、ちょっと急な、でしかも雪でパンクするんですよ。あ、本当ですか。で国道がパンクする以上に、この
高速物流がパンクするとほんまに経済にも影響を受けるし、事故も大きなものになっちゃうんですよね。だから、名神を草津から京都南に向かって直線的に抜き直して、ここが一番狭い区間だから、この狭い区間をバイパスさせて名神を抜いて、つまりこれ高速道路の金でやるんです、東京から大阪まで、車乗ってる人のお金でやる、地元負担とかじゃなくて、人の金でやるで、この古い名神を1号線に払い下げてもらって、こいつをバイパスとして活用する。それ面白い。これ高速道路としては、100キロ出す道としてはね、くねくねだし狭いんだけど、60キロとか80キロの道としてはすごい立派な道ですから、古い高速道路もひょっとしたら除却する捨てるほかすにもお金かかるんだけれども、バイパスとして活用すればそれは捨てるコストもいらないのでいいじゃないかと。で、まあ、道路っていうのはご存じの通り、道路予算そのものはそんなに大きく変えられませんから、大きな工事やると他の道路工事全部止めないといけないんですよ、でもう一つの言われてるのが、第二京阪道路ですね。阪神高速に接続されてて、あの稲荷山抜けてくるやつ、あれをそのまま大津まで延長して、有料道路区間として大津まで延長して、しかるべき場所につなげたらどうかっていう、まあ主に言われてるのは3案ですよね、はい、で第2案第3案は地元負担が少ないので、まあ他の道路工事は予定通りできると。で第1案の場合はもう巨額の投資が必要なの で、おそらく京都も滋賀もしばらく他の道路工事止めないとできないぐらい予算がかかると。あの情報をオープンにして ね、滋賀の人京都の人もちろん議員さん含めてみんなで考えてもらうのが一番いいんじゃないですかね、これどうですか、どれが一番実現。私はねそのやっぱり古い名神を1号に払い下げるっていうのが一番合理的なんじゃないかなと思ってるんです。さっき少し申し上げましたけれども、地元負担が少ないのは第2案第3案ですね、はい、で一方で無料で走れるのは第1案第2案なんです。そうですね、だ無料で走れてかつ地元負担が少ないっていうと第2案になるんですね。あそうか、だからこの観点だけで考えたら第2案。ただまあ、今これからこうあの公共事業ってね、なんか政治家だけが決めるもんじゃないじゃないですか。まさにあの北陸新幹線なんか政治家だけで決めようとしておかしなことになってるわけでしょ。だもっとちゃんと情報オープンにして、国民の中の議論をちゃんと聞いてですよ、それは市会議員も県会議員も国会議員も同じテーブルで議論して、それで一番いい答えを探していけばいいと思うんです、まずこの案でもね、大半の国民の方がご存じない可能性があります、地元の人も全然知らない、ね、やっぱりまず知ってもらうということですよ、このちょうど来年度、ね、予算も乗っかってるし、広くちゃんと広報啓発もしてですね、みんなで考えるきっかけを作ればいいなと思ってるんです、いやーありがとうございます。大丈夫ですか、だいぶ突っ込んでお話いただきましたけども、まあこんなもんじゃないですかやっぱりそんなんほんまのこと言わんとね、聞く価値ないし、ね、聞いていただいている方の時間の無駄になりますから、大本営発表ばっかり聞くんやったらお前らのためにこんな時間割かへんわと言われてしまいますんで本日のゲストは大岡俊孝衆議院議員にお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。大きにおしまいやす。